初めての宮古島最終日。あらやだ、帰っちゃう。急に夜中に星が見たくなってしまいました。しかし街灯の近くじゃダメでした。寝る。残念。おはようございます。おはよう。本日は15時頃の便で名古屋に飛びます。好き。ちょっと散歩しましょう。散歩も好き。南橋の向こうに何やら建設中やないか。なんぞ。調べたらヒトンホテルやないか、うん、どこの国へ行っても美しい景色の海のどん前にはヒトンあるよね。あるある。いつも不思議に感じるんだけど、こういう巨大リゾートってこの地域以外の人たちが建てているんだよね。そういうことです。それでこの島に昔から住まれている人々は幸せになるのかしら。幸せって何？お金は島の外へ流れ、給料は上がらないのに人気エリアで土地価格も家賃なども上がり、昔からこの島に住んでる人々が生きづらくなることはないのかしら。コマッチング。この景観を独占するような建設中のホテルを見て、勝手にそんなことを考えて散歩していました。勝手にしょぼん。いろんなご意見があろうとは思うけれど、立場で一見もコロコロコミックしょぼん。つまり何が言いたいのさ。言っておしまい。つまり何が言いたいのかというと、言ってまえ。表面の華やかさも素敵だけど、目には見えないところを知ろうとする意識を持ちたいものですね。本日もこんなことが言える自分にうっとり。ハイビスカスさん、ただいま。おかえり。お散歩瞑想。秘密の暗号。じゃあまたね。ほなまた。